はい、どうもいつもね、動画ご視聴いただいて本当にありがとうございます。おっちゃんのゆるい動画の時間です。それでね、おっちゃん今日もね、ガレージライフ楽しんでます。外は雨、しばらくまた雨が続くそうなんですけどね、やっぱりもう梅雨時は仕方ないですよね。それで、この2週間ぐらいはね、ハーレーずーっと磨いてました。特にスポークホイールをずーっと磨いててね、本当に2週間ぐらい磨いてて、まあ要所要所はね、動画撮影して YouTube の方にアップさせていただいたんですけど、もうこの撮影してない時もね、ひたすら磨いてました。おかげさんでね、だいぶ綺麗になりました。それでそこでね、情報をいただいたんですよ。同じようにスポークホイール磨いてる方から、磨いた後にシリコンスプレーを塗ってたら錆びきにくいですよっていうようなね、コメントいただきました。本当にありがとうございます。それでね、今日はねそれを試そうと思ったんですよ。そして、まあガレージでやろうかなと。今日はねこの CB 茶、CB400 フォア、まあ私たち、若い頃は4ワンって言ってました。しかし今全国的には4フォア、この CB400 フォア4フォアをね、ちょっとスポークホイールをシリコンスプレー塗ろうかなと思って、ガレージにやってきたんですけどね、シリコンスプレー切れてました。それでね、とりあえず、今日シリコンスプレー塗るんですけど、まあ後で買いに行くんですけどね、シリコンスプレーが塗れる状態にまでね、ちょっとやっぱり何日か、スポークホイール磨いて日にちが経ってますのでね、ちょっとフロントだけでもね今日磨いてやって、それでその後シリコンスプレーを買いに行って、シリコンスプレーを塗って、こいつこの CB400 フォア4フォアをね、フロントホイールだけでもね、フロントスポークだけでも完結しようかなと。それでとりあえずね、塗れる状態にね今から持っていきますのでね、皆さんまたゆるい動画です。いつものようにね、あれみたいに磨く動画から始まります。どうぞね、動画最後までお付き合いください。ではおっちゃん今日もねガレージライフ楽しみます。おーす。はい、それでね、今日はね久しぶりにこのミガキングを使いたいと思います。このミガキングはこれ軽度なこのサビ、っていうか汚れ、ステンレス、鏡面ステンレスについた、軽い汚れ、くすみを取るっていう、だ軽い汚れとくすみはね、出てますのでね、今日はこれをつけていこうと思ってます。適度につけて、あ、これ専用布があったよね、ちょっと専用布を持ってきます。これこのシルクみたいななんか布、これにつけて、それで拭くと。これね、ほんとね簡単です。めっちゃこれちょっと寄ってみますね。
もうね、軽にさするだけで本当綺麗になるんですけどね、やっぱスポークはね、この交差してるところもあるし、手の届かないところもあるので、ね、めっちゃやりにくい、めっちゃ本当にやりにくい。これめちゃくちゃ汚れが落ちてるっていうか、これちょっとよたくさんつけて、こういったらいいか、おー、いいじゃんいいじゃん。すっげー真っ黒。めちゃくちゃ綺麗になりました。それで今日はね、これすごいでしょ、すごいね、綺麗になったかなと思います。それでおっちゃん冒頭でね、あのシリコンスプレー、なくなったので買いに行きますって言ってたんですけどね、これちょっと見たらね、このメッキングが特殊シリコンになって、これシリコン系なんですよ。なのでね、これを塗ろうかなと思ってます。情報をいただいたあのシリコン系の、まあ同じ感じと思うんですけど、これがね、錆止め、金属の錆止め保護、そして特殊シリコンによって、無色透明、だそうです。なのでね、これをちょっと見ていきます。ちょっと雨音すんごいでしょ、雨がめちゃめちゃ降ってきたんでね、本当は買いに行こうと思ったんですけどね、ちょっとこの中ね、車に乗ってね、びちょびちょになる嫌かなと思って、でそれでちょっと見てたらね、これがちょうど本当シリコン系だったんでね、これを塗っていきます。めちゃくちゃ綺麗になりました。それで、今回ね、情報を本当いただいてね、ありがとうございます。シリコンスプレーではないんですけどね、今回、メッキングの特殊シリコン、特殊シリコン配合のこの錆止め、金属の錆止めの保護剤、これを塗りました。めちゃくちゃ綺麗。それとこれの塗る量っていうのが、塗りすぎか少ないかも全くわからないんですけどね、適当に塗りました。それでね、ずっと塗ってたらちょっとね、私手がちょっと端側になってきてね、やっぱりこういうのをするときは
素手でしない方がいいかなと思いました。それでもねめちゃくちゃね、綺麗になったので大満足。メッキング最強、史上最強って書いてますね。やっぱりねメーカーさんが、そのように歌ってるだけあってね、すごい綺麗になったような気がします。それで私のね、ずっと冒頭も言いましたけど、あのハーレ磨いてるでしょ。この仕上がり見たらハーレがめちゃくちゃ汚いそんな気がしました。それでこれはね多分ね24時間で完全効果と思うんでね、今日はもうこのまま、まあどっちみち雨降ってるのでね、外には行かないんですけど、まあこのままもうガレージの中へね置いておこうと思ってます。それでまた、1ヶ月かそこらした時にね、このまた動画も撮ってね、皆さんに、今後のこれの報告もね、やっていきたいと思います。今日使ったのは中来さんのメッキングでビカビカになりましたっていうね、動画なんですけど、それでもし今日のね、動画よろしければね、いいね、高評価、グッドボタンお願いします。これねもうめちゃくちゃおっちゃんね、本当にねモチベーション上がるんですよ。なのでね、もしよかったらグッドボタンお願いします。それとまたチャンネル登録いただいてね、おっちゃんこれからもね頑張っていろんなね、バイク、まあ持ってるバイクなんですけどね、磨いたり走ったり、そして車もね、86ちゃん年内にピカピカにしたいってねずっと思ってるのでね、それもやっていきたいと思います。ってなわけでね、また次の動画でお会いしましょう。皆さん良い一日をお過ごしください。今日は CB ちゃん楽しみました。おーす。